コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんにちは。ウィークリーコンビニラジオスタートいたしました。イエーイ。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかと。はい、こんにちは、高橋秀樹です。よろしくお願いします。今日からこのラジオ本格的に始まりました、さて私たちのまず自己紹介からやっていきましょうか。今回このラジオをやる経緯というのが、私もともとコンビニ業界出身ということで、昔そうですね、2006年から業界に関わり始めて、気がつけばもう15年ぐらいですか、独立をしてからもコンビニ業界にずっと関わっている、社会保険労務士でございます。そして高橋秀樹さんは、どのような方でしょうか。はい、私はですね、1996年からコンビニ業界に携わってまして、セブンイレブンジャパン、セブンイレブンの本部ですね、そこで、出店をして運営すると、オペレーションフィールドカウンセラーということを関西地区でですね、3年間ぐらい、もう出店ラッシュ大変だったんですけど、出店をどん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 していくっていうようなことをやっていくってことに携わって、その後コンビニからは一旦ちょっとこう外れるんですけども、ただ会社名がですね、違う会社に移りまして、カルチュアコンビニエンスクラブという、ツタヤなんですけど、ツタヤの本部で、こちらも、地域のですね、出店をして店を作って、それから店のオペレーションを、スーパーバイザー、それからエリアマネージャー、支店長ということでやらせていただいて、地区の責任者をですねずっとやらせていただいて、でその後に、AMPM っていうですね、沖縄にはちょっと馴染みがないコンビニなんですけど、今はもうなくなってしまってファミリーマートに吸収されたんですが、AMPM で新業態っていうので、いわゆる普通のコンビニと、ツタヤのようなですね、本があったり CD があったりゲームがあったり DVD があったり、そういったちょっと大型のコンビニを立ち上げて作っていくっていうことも、やらせていただいたと、そんな経緯を持ってるものですね。それから 3F というですね、関東を中心にあったコンビニの、コンサルティングをですね、独立してからなんですけどさせていただいたりとか、今、ファミリーマートの商品開発を携わったりとか、そんなことをやってる人間でございます、そういう人間なんですね、いや非常に幅の広い経験をお持ちということで、私とこの高橋秀樹さんとの関係は、もともとその AMPM 時代に、そうでしたね、上司と部下という関係だったんですけれども、それがなんか13年ぐらいの時を経て、またこうやって再びコンビニの、これからとか現在に関わる仕事を一緒にできるっていうのがすごい不思議な関係だな。安さんご立派になられて、日経新聞にコンビニのね今の問題について結構デカデカと、世に問うというか、オピニオンリーダーとして語ってましたけど、あれいつの新聞でしたっけ。あれは2019年6月6日の日本経済新聞の朝刊ですね。朝刊の6面に出てきたんですよ、その24時間の問題が今、コンビニ業界もすごくクローズアップされてますけど、それを経てこれからの業界はどうなっていくのかというような意見をぜひちょっとお話ししてくださいっていうことで、日経新聞の方からお電話いただいて、でそれで1時間ぐらいですか、ブワーッとフリートークで喋って、でそれで載ったのがあの新聞記事ですね。あの記事は1時間ぐらいこうバッと喋って、はい、あじゃあ自分でまとめたわけじゃなくて記者さんがまとめてくれたって感じなんですね。そうですそうです、なので私が喋った内容も多分もうすごい多岐にわたってたと思うんですけど、最終的に私のところはそのサービスの過剰といいますか、昔私が2006年から業界に関わった時からも比べて もう相当な量の業務が増えてると思うんですよ。あやること多いですよね。そうですそうです、でそれも元々のスタートは例えば物を仕入れて売るっていうすごくシンプルな小売業だったはずなので、その小売業というものに原点回帰をした方がいいんじゃないかっていうところがメインで取り上げられたっていう記事でしたね。実際そうですよね。私も、もちろんあの店勤務ということで店に入って店長もやったことあるんですけど、当時ですらですね、結構あの宅急便が来たりとか、それからタバコを買いに来られてタバコの銘柄をあの言われてもなかなか分かんなかったりとか、非常にあのややこしい中で、今はあのカウンターの商材があって、
調理もあればコーヒーだって言われたりとか、まあ、いろんなあのサービスもそれからチケットなんかもねあったりとか、はい、非常に難しい中で、まあ、でもよく考えてみると海外の、ね、方も外国籍の方がレジに立って、うん、そうですねやられてますけどね、はい、いやこれすごいなかなかハードなお仕事なんだろうなっていうふうに今ねちょっと一歩引いた身で見てますけども、はい、そうですね、うん、本当にそれこそ私が関わり始めた頃から、うん、外国人スタッフっていたと思うんですよ、うん、2006年ぐらいの時からですか、はいうん、そんなもんですかね。もっと前からいました？いやあのでもそれぐらいじゃないですか。それより前ってなかなかあの難しかったと思いますよ、コンビニでの働くってことは、ね、あなるほど、うん、そうですよね、うん、でその当時でも本当に複雑回帰なオペレーションだったので、うん、私もっと簡単に、うん、業務できると思ってたんですよ。自分が業界に転職した時に、うん、絶対これ簡単だろうと思ってやってみたらめちゃくちゃ難しいじゃないですか、うん、で当時その AMPM っていうコンビニに入社した時のレジってすごいなんか難しいって言われてたんですよね、その当時のレジが。でそれは本当に難しいなと思って、でそれが外国人スタッフからしたらもっと難しいんじゃないかなって、それこそ言葉の壁っていうのもありますし、だからもうその時に私コンビニで働く人をすごい尊敬するようになったんですよ、それがきっかけで。で気がつけば、まあ、その人たちにもっともっとこのいい意味で光が当たればいいなと思って、ずっとその業界に関わり続けて、2013年に私独立をしたんですけど、はい、その独立後もコンビニ業界に関わり続けようって思ったのはやっぱりその業界で私も成長させてもらったからなんですよね、うんうん、だしその私もともと研修トレーナーという、まあ、それこそ秀樹さんきっかけでトレーナー業をやることになりましたけど、トレーニングトレーナーっていうのは、はい、加盟店さんが、はい、新たに加盟をしたと、はい、オーナーさん向けのトレーニング、はい、レジの打ち方からスタートして発注の仕方、掃除の仕方、そういったことをやるトレーナーということ、ね、そうですね、お店のオペレーションもそうだし、はいうん、あとは店長とかオーナーを対象にしている研修だったので、うん、いわゆる人のマネジメントとか、うん、その決算書類の見方とか、うん、そういった項目も実際にはあったんですよ、うんうん、ただなかなか最初はそのあたりも私喋れなかったんですけど、うん、もう本当にファミリーマートにその後転籍した後も、うん、やっぱりコミュニケーションとかコーチングとか、うん、そういったものも含めながら人をどういうふうに、うん、なんでしょう、一緒にお願い仕事を指示しながら、はい、でまた励ましながら、うん、アドバイスしながらどうやってお店の運営していくかっていうところを研修してましたね、うんうんうん、はい。でその研修の中でやっぱり出会った店長さんがみんな業界が好きだってことで関わってる人が多かったんですよ。なんかそのすごい大変だし寝不足なんだけれども、でもなんだかんだ言ってこの仕事楽しいんですよねって、そうそうそう。でそれを聞いた時にもっともっとこういう、まあ、みんなの活動とか行動とか頑張りがなんか世の中に評価されればいいのになって思ってたんですよね。でそれを、まあ、少しでもこう世に知らしめようと思ってこんなラジオを始めてみたわけですよ。この番組はじゃあ、はい、そういったいきさつでスタートして、まあ、そういう思いを出して、はい、伝えたいということなんですけど、なんかゴールはこう目標とかってあるんですか？目標はですね、うん、やっぱりこのラジオをきっかけにいろんなオーナーさんとか店長さんとか、はい、まあ、場合によっては本部の人たちも含めて業界に関わる人たちのつながりを作りたい、うん、なるほど。で作っていって、うん、例えばいい事例はみんなで共有したりとか、うん、困っていることをみんなで解決し合えるような、うん、そういう業界にしたいなっていうのがゴールですかね、うんうんうん、でもっと言うとそれがきっかけでコンビニ業界がもっともっとその一般の人に伝わるイメージがもっと良くなって人が集まる、例えばお客様もそうだし店員さんもそう、スタッフさんもそうだし、その働きたいっていう人もそうだし、で本当にいろんな人が集まる場所にする、お手伝いをするっていうのがゴールかな。なるほど、はい、非常に壮大ですけどでもそもそもコンビニでなんかそういうイメージになってしまったのは、そういうイメージっていうのは、はい、なんか大変な、働くのは大変だとか、はい、しんどいとか、はい、まあ、この間雑誌だとコンビニ地獄とか
ありましたね、タイトルで書かれてたりとか、はい、いつからそういう風になってしまったんですかね。どうなんでしょうね、秀樹さんは私よりももっと長く前から業界に関わってらっしゃいますけど、うんうんうん、どうですか。もともとはというか、あのそもそもコンビニって流通業小売業の中では革新的な立ち位置で、うん、最先端、うん、老舗の商店街、それから百貨店、はい、スーパー、まあ、GMS という総合スーパーですね、はい、そういったものがうわーっとこう成長してる、である程度天井まで行ってこう下がってきた、その後に急成長したのがコンビニエンスストアで、うん、どん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 出店して、はい、で僕がセブンイレブンにいたのは、店舗がまだ3000店か4000店舗ぐらいの時だったんですけど、はい、その時ですらもう飽和だっていう風に、まあ、一部マスコミなんかで言われた時もあったんですね。それはもうセブンイレブン以外の他のチェーンもたくさんありましたから、はい、なんですけど飽和だ飽和だって言われてここまで今増えてきてるっていう、うん、で、まあ、大手3社に集約をほぼされてきてるっていう中でいくと、はいはい、なんか新しいことをどんどんやる、で業界の仕組みを変えていくと、はい、例えばお弁当は工場で作って1日3回届いて鮮度のいいものを食べれるっていう仕組みを作ったりとか、はいはい、アイスクリームっていうものがまあそれまでは駄菓子屋さんとかスーパーなんかちょろっとあったものが、うん、コンビニの中にアイスケースでドーンとでかいものがあってそこで食べれるとか、はい、おでんを簡単に毎日食べれる、うん、唐揚げとかですね、そういったものを食べれるようになってるとか、はい、そういった、まあ、新しいことをどんどんしていって、しかも、サービスですね、はい、公共料金を入れる持っていって公共料金を支払えるようになったとか、うん、それから ATM でお金を下ろせるようになったとか、新しいことをどんどん取り入れていって、はい、側なのに、うん、なんかもう古かったりするようなイメージを持たれてしまってる、うん、でもとはいえコンビニがそうなったとしてもですね、はい、日常的にはみんな使われてるわけですよね。そうですね。なぜコンビニがそういうふうに今なってしまってるのかっていうところもちょっと紐解いていかないといけないのかなというふうには、うん、確かに、はいはい、思うんですけど。そうですね、うん、私が思うにはこれ私の個人的な、うん、意見というか考えですけど、私がそもそもその関わり始めた2006年、13年前ですか、うん、今からの時からやっぱりコンビニの仕事って大変だみたいな、うんうん、そういうイメージが出てき始めてたのかなと記憶してるんですよ、うんうんうん、だからもっともっとそのシステム上とか仕組みの上ではものすごく革新的だし、どういう業界にも先駆けて本当に IT の文化も取り入れていっているしで、その意味ではまあやりやすいと言いますか、ゼロから例えばお店を作るのと比べればもう断然インフラが整っているっていう意味ではやりやすいけれども、お店の運営のところがやっぱり難しいと言われ始めてきたのはその辺なんじゃないかなという記憶がやっぱりあるんですよね。でそれが2010年を超えてからより強くなったような気が、うん、お店の運営は難しいっていうのはやっぱりその、はい、オペレーションが複雑だっていうことに起因する感じですか。そうですね、うんまあ、私なんて異業種というか、まあ、同じ小売業ですけど、うんうん、そのキャラクターグッズを接客して売るっていう、うんまあ、ある意味シンプルな、まあ、ある意味人のこう心理をついて、うん、で接客対応して売っていくっていうスタイルから急にその売り場作りをして、うん、で毎週のように新商品がやってきて、で発注という考え方が今までなかったものが入ってきて、うん、っていうなんか一気にその2倍3倍ぐらいのオペレーションになったような記憶があったから余計にそう思うのかもしれない、うんうんうん、コンビニの業務ってね、はい、高校生のアルバイトさんでも教えたらできるような、うんまあ、比較的分かりやすい仕組みになってますよね、はい、例えばお菓子を発注するっていうことにとってみても、はいある程度練習をすれば発注ができて、うん、翌日には物が届くっていう、はい、でこれが昔だったら電話をしたりとか伝票を書いてファックスで送ったりとかっていうことが、うんうんうんターミナルですね、端末機でできるようになったっていうこともあって比較的イージーになった。それから掃除のやり方も、はい非常に簡単になってる。ところがそうなればなるほどやるべきことが増えてきてる、うん、はい、ということが今の現状で起こってて、じゃあこれ仮にですよ、仮に、はい、仮になくしてしまうとかシンプルにもっとできないのかっていうことは、はい、
舞台性があるのかどうかっていうことなんですよね、うん、だからもう極めて極限まで無駄なことはやらない、はい、むしろもう、接客に集中するとか、はい、当たり前のクレンリネスに集中するとか、うん、そういったことにもっとできないんだろうかっていう発想も、はい、一部では出てきてると思うんですよね。確かに、うん、そうですね。だから受け、うん、やらないと今までサービスとしてやってましたってことも、うん、はい、当店では受付しませんと、うん、特化していくと、はい、こういった考え方が出てきたとしたらどうでしょうね。なんかそうですね、それはそれで多分ものやらないことを決めていくので、すごく多分オペレーション上はシンプルになるかもしれないんですけど、どうなんでしょうね。なんか私もその業務をもっとシンプルにすればいいのになって思っている一人ではあるんですけどね。コンビニエンスストアなので便利さを追求してるんですけど、はい、当店では手間のかかることはやりません。例えば宅急便を受け付けませんとか、うんうんうん、公共料金はやりませんとか、はい、極端な話ですね、はい、だけど、普通の物販は販売します、うん、はい、でも調理はやりませんみたいな、うん、コンビニとか、逆に、調理はしっかりやる、でも物販はちょっと極力減らします、雑誌はあまりもう置きません、うん、ほとんど来ませんとかですね、うんうんうん、はい、例えばそういうことに特化して、はい、まあ、激戦区の中でも差別化をしていく、住み分けていくというやり方、なるほど、はい、はい、でも唐揚げはめちゃめちゃたくさんあるし、ね、焼き鳥もたくさんもう山盛りになってると、はい、でこれに関しては味についても出来たてを提供できるためのスピード感とスタッフは用意してるけども、うん、それ以外のものはもう極力やりませんみたいな、はい、例えばこういうことどうでしょうかね。あ、なんか差別化になるかもしれないですね。そうですそうです、はい、なかなかそのコンビニって出来上がったパッケージじゃないですか、うん、だから差別化をその各お店で測りにくいってよく言われますけど、うんうん、もしそういう自由さがこの中に生まれるとしたならば、うん、それはそれで皆さんなんか自分の強みを出しやすくなるのかなっていう気はしますよね。まあ、番組でね、いろんなこうアイデアも出しながら今の課題とか整理をしたりとか、あるいはなんか最新の情報なんかも発信できていければいいですよね、はいはい、そうですね、はい、じゃあここで一旦 CM に入ります、はい、コンビニ社労士安津彩香のウィークリーコンビニラジオ。土地を売りたい、んじ一戸建ても売りたい、チャンスか、ハーバー不動産がその中古物件買い取ります。はっしゃ、ハーバー不動産売買ならハーバー不動産、土地、マンション、あらゆる売買でご要望に応えます。天馬高校斜め向かい、ハーバー不動産。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢工房。長浜モーターからのお知らせです。返事は好意のバロメーター。私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています。新車中古車のご相談ならイノワン中古車街道長浜モーター 892-3719 892-3719。 レンタカーやってます。コンビニ社労士安津彩香のウィークリーコンビニラジオ。ウィークリーコンビニラジオ第2コーナーは皆さんの質問に答えようというコーナーでございます、うん、はい、今回は第1回目ということなんですけども、はい、いきなりですね、ちょっと来ている内容が若干えぐいと言いますか、はい、はい、ちょっと言っていきたいと思います、はい、まあ、店長さんから相談が来ているんですけども、うん、戦力にしていたアルバイトさんが突然来なくなってしまいました。電話をかけたんですがなかなかつながりません、うん、という場合どうしたらいいんでしょうかという質問ですね。もうあるあるというかね、はい、もう突然どうしたんだろうってありますよ ね、 これね、ありますね、うん、私も経験ありますね、うん、年末年始なんかでよくですね来なくなったりするんですよ、うん、年末にじゃあまた良いお年をなんて言って、うん、元気に別れたスタッフさんが、うん、年明けから来なくなるっていう、はい、まあ、それだけじゃないんですけど、多分今これをお聞きの皆さんもたくさん経験がありますっていう方、うん、いらっしゃるんじゃないかなと。これ私もいろんな、はい、フランチャイズの業種業態のですね、はい、コンサルとかマネジメント経験してるんですけども、はい、比較的まあ
大所帯でやってるような業態であれば、うん、まあ本当、はい、困るんですけど一人抜けてもなんとか対応できるんですけど、コンビニって2人とかでオペレーション回してると1人がポツンと来なくなった、はい、突然辞めてしまったって結構影響大きいですよね。大きいですね、うん、はい。これ2つあると思うんですが、オペレーション的にどう対応していくかってことと、うん、その労務契約上これってどういった処理をしたらいいのかって、はい、これ、はい、プロの視点だとどうですか？オペレーション上はそうですね、うん、どうですかね。なんか私もその明確な答えというかマニュアルがあるわけではないんですけど、うんうん、やっぱ電話かけてつながらないってなったらどうなんでしょう。もうなんか諦める人が多いんじゃないかと思うんですけど、うん、本当は例えばそのもう来ないんだったら来ないで意思表示が欲しいとか、うん、あともし辞めるんだったら貸してた例えばユニフォームとかね、うん、もう貸してたもの返してとか、うん、そういう連絡を取りたいんですけど、うんうん、秀樹さん経験ありますか？これねやっぱりどうしても関係性がですね、うん、まあ、店長あるいはオーナーとアルバイトさんと関係性が薄いと、まあ、すぐ縁が切れてしまうみたいな形になるんですけども、はい、まあ、そうならないような仕掛けを最初に作っておくっていうのも大事なのかなと思うんですね。お、まあ、例えばどういうことかっていうと、まあ、もう当然働いていただいている労使の関係なんですけど、働いていただいているんだけど普段からの声かけをしたりとか、はい、まあいろんな相談にも乗ってあげたりっていうことと、うん、もう一つはですね、うん、学生さんとか、うん、まあ社会人になってても若い方の場合は親御さんとですね連絡を取っておく状態にすると、うん、なるほど、はい、もちろん高校生の場合とか受話生命マンの場合は保証人という言葉を取るんですけど、それだけじゃなくて、はい、ことあるごとにお手紙を送ったりとかですね、うーん、お手紙、はい、お中元をあげたりとか、あるいはお電話をしたりとか、はい、まあ、お中元っていうのも高価なものじゃなくてね、はい、この店で扱ってるものをちょっとこうプレゼントを持たせてあげたりとか、まあ自分の家族、はい、子供が、ここのコンビニで働いてるっていうことに対して、はい、家としても応援してるし誇りに持ってもらうというようなことが大切かなと思います。なるほど。これはもしかしたら海外の方も同じで、直接ですね連絡は海外の親御さんと取れないかもしれないんだけど、はい、今度帰省する時にはこれ持って帰りなさいよとかっていうことの、まあ、人間としての関係性を作っておくってことと、はい、もう一つは、そのダイレクトにその影響力のある人とですねつながっておくってことで、うん、何かあってもその人に対応できるっていう信頼関係を作っておくってことが大事なのかなと思うんですよね、はい、なるほど、うん、普段からの関係性をしっかりと作っておくっていうことですね。そうなんですよ。で、まあ、こんな例もあるんですね。全然コンビニとは業界は違うんですけども、はい、ネットの通販の会社なんですけど、はい、正社員が入社した時は必ずその社長からご両親宛てに、はい、うん、手紙を送ってですね、うーん、で今、何とかさんは、ご子息はこういう働きぶりをしてますみたいなことを直筆で書いて送ってると、でこの度は、貴重な息子様を何々さんを、我が社にお迎えできたこと本当に光栄に思います。うわーすごい。それ一つはそういう関係性を作るっていうのは一つありますよね、はい、でもう一つはですね、まあ、コンビニっていうなかなか難しいのかもしれないと思ってるんですけど、やりがいをもっと持たせていただいて、この会社で働くっていう帰属意識、はい、この店で、コンビニのこの店で働いてる、なんとか店で働いてるってのはもう俺の店なんだ、うん、私の店なんだって思わせるような、私がいなければっていうようなぐらいの、うんうんうん、クルーさんアルバイトさん含めたコミュニティまで作ってしまうっていう、ね、はい、なるほど、はい、だから本当は仕事の時間じゃないんだけども何か集まって、はい、みんなで何かいろいろ考えてたりとか、はい、企画をしたりとかみたいなことができるような関係性を築いておくっていうのが一つは、うん、まあ、心の部分でのつながりとか仕事のやりがいっていうところでは大事なことなのかなと思うんですけど。なるほどね。あ、すごいな、それ私もっと早くそれ聞きたかったな。そっか、今の私の例えばお客様のところでも月に1回みんなが集まる機会っていうのを設けてるんですよ、うん、で何をやってるかっていうと、例えば外部講習とかその他のお店のオーナーさんを招いて、うん、そのお店の運営とかコミュニケーションとかで気をつけていることとか、うん、その成功事例を一緒に体験しながら共有し合う時間を作ったり、うん、あとその後みんなでですね、例えば鍋を作って、うん、みんなでその鍋を食べるっていう、うん、なんかそういうコンパ的なイベントを企画して、うんうん、で
でそれぞれの帰属意識を高めるっていうことをやってる方いますね、うんうんうん、あとフットサルの試合やったりとか、うんうん、なんかそれでオーナー骨折したりとかしてましたけど、うんうん、まあ、でもそういうのがあるのとないとじゃ全然違うだろうなっていうのは、うんうん、私もなんか想像ができるかなと、うん、なのでこれスポーツも同じなんですけど、チームビルディングとしてそこのチームの帰属意識ですね、自分のチームなんだ、はい、自分の会社なんだ、自分の店なんだっていう思いを持ったり、はい、自分の店の商品なんだっていう思いを持たせるっていうことが大事なんで、はい、やっぱり一般的な企業と同じように理念だったりとか、はい、何のために我々は働いてるのかっていうところもしっかり、うん、オーナーさんの口からお伝えするのが大事かなと、うん、一時バカッターみたいな、うん、ありましたよね、はい、でもそんな時代かと思うんですけど、やっぱりそれも自分の店っていう意識、自分の店だったりとかしたらあんなことやるかって話なんですよね。そうですね、本当にそういった意識を持ってもらうっていうことが一つは大事なんですね、うん、なのでこれはまあ今の話はどちらかというと未然に予防するっていう話なんですけど、はい、来なくなってしまったと、はい、でこれはどうしましょうっていう話ですね、今の質問だと、はい、そうですね、うん、はい、で当然穴を埋めないといけないですよね、はいはい、穴を埋めるために何をしたらいいかとかっていう、これはどうしたらいいんですか、穴を埋めるため、そうだな、例えばなんか今 の, その既存のスタッフさんに声かけて、なんとかそのシフトを埋めてもらう、その努力を一緒に考えてもらうとか、そういったところはやっぱりすぐにやらないと、そのシフトがずっと空いたままになってしまったら、結局それを誰が埋めるんだいっていう話になりますよね。だから店長とかオーナーとかが埋めるっていう安易な考えではなくて、やっぱりみんなで助け合えるようにしたいところではありますね、うんうん、いざ困ったっていう時に、じゃあ普段入ってる時間帯じゃないけど応援に行くよみたいなね、はい、っていうようなことだと、はい、とか多店舗展開だと、はい、まあ複数店やられてる方はそこのフォローできるような体制を取っておくっていうことも大事かもしれませんし、うんうん、そうですね、業務の優先順位っていうのもつけておく、あらかじめつけておくっていうのも大事なのかもしれませんね。これは別に穴が開いたとか、まあスタッフさんが突然来なくなったっていうことだけじゃなくて、突発的に何か起こった時に絶対やらないといけないことと、はい、やんなくてもいい業務とっていうことを、はい、まあ、3段階ぐらいに分けて用意をしておくっていうことを決めておくっていうのも一つの手かもしれません、まあ、確かにフルフルでいっぱいいっぱいで業務回さないといけないっていう状態じゃなくて、はい、やんなくてもいいっていうものを外せるものっていうのもあらかじめ決めておくっていうのも大事なのかもしれませんね。そうですね、なるほど、はい、まあ、オペレーション上の対策やあるいは、まあ、その対処の方法っていうのは今のような話なのかなと思うんですけど、うん、じゃあ労務上はどうなのかっていうのをちょっとコンビニ社労士の視点からお話ししてみます。皆さん寝ないでくださいねですね、急に来なくなりましたっていう時にいつの時点でじゃあそれを認めるのか、要は例えば退職っていうんですか、うん、退職っていうのをいつの時点で決定づけるのかっていうのは、これはやっぱり会社といいますか、そのお店のルールというものが必要になってきます、うん、で就業上のルールといえば、労務管理上では就業規則っていうものを作っておく必要があるわけなんですけど、まあ、皆さんのお店にまずその就業規則っていうのがあるのかっていうのは、ぜひそういう事態が発生してるしてないに関わらず見ていただきたいんですよ。で例えば実際に急に来なくなった人がいた時に音信不通になるケースがほとんどだと思うんですけど、じゃあその音信不通になった日から何日後に退職とするかっていうのを、その就業規則の中に決めておくってことが、まあ、事前の対策としては必要になります。まあ、一般的だとどうなんですかね、14日とか場合によっては1週間とか、結構その 1,2 週間ぐらいで設定している店舗が多いのかなと私の印象では思うんですけど、でその時点でもう連絡が来ないし繋がらないしっていうことになったら、もう退職っていう扱いにしますよっていうことを書面でそのスタッフさんのところに、お家に送るんですよ。まあ、そのお家がね、そもそも偽物だったら送り返しちゃうんですけど、まあ、基本的には入社の時点でそのちゃんとした住所かどうかっていうのを確認しているっていう前提に立てば、まあ、そのおそらくお手紙は届くであろうと、まあ、見るか見ないかちょっと分かんないんですけどね。でその中にもう一つ打っておくとしたら、じゃあその働いてた間の給料の支払いをどうするかっていう観点があるんですよ。でこれどういうことかっていうと、基本例えばほとんどのスタッフさんって振り込みでの
支払いが多いのかなと思うんですけど、私がおすすめしているのは取りに来いと。お、はい、給料をその最後の給料を払いたいから、うん、取りに来てくださいお店まで、うんうん、という手紙を入れておくんです。なるほど。まあ、それ読まなかったら多分来ないと思うんですけど、うん、振り込みでねさっさとこう済ませてしまいたいっていうオーナーさんも時々いらっしゃるんです、うんうん、だけどそれだともう本当にポンと払って本当に終わってしまうので、うん、やっぱりもう一回ちょっと話ちゃんとしたいぞとか、うん、何らかの関係性をもう一度作っておきたいっていう場合には取りに来てくださいと、はい、ただその取りに来てくださいも限界があるわけですよね、うん、じゃあずっと一生そのお店がその給料未払いの給料を持っとくべきなのかっていうとやっぱそうではなくて、うん、2年間の請求権っていうのがスタッフさんにはあるんです。なるほど。自分が最後のその給料じゃ受け取るときにお金が欲しいとでも払ってくれないとか例えばそういうふうに取りに来てくださいって言われたときには2年間の間であれば請求できるようになってます、うん、なのでその2年の間にお店に取りに来てねっていうことをお店もやっておけば、うん、まあ、それまでちょっとお金を持っとかなきゃいけないというリスクは生じるんですけれども、うん、もう一回来てくれるチャンスが生まれるかもしれないというのがありますね、うんうん、なので、まあ、今のをまとめると、まあ、一つはその今言った給料の支払いをどうするかっていうことと、うん、もう一つはその退職日をいつにするのかということを事前にルールで決めておくこと、うん、まあ、これが本当に重要となります、うんうん、でもしこういったルールがない状態であれば、まあ、その時点で作るしかないですよね。あ、うん、まあ、1週間だとちょっと早ければ2週間、うん、何回か連絡をしてみて、まあ、それで連絡がないんだったらもう退職という扱いにしますよっていうことで、あとのオペレーションは一緒です。もうお手紙を送って、であと賃金の請求が2年あるので、まあ、2年以内に来てくださいっていう書く必要はないんですけど、最後の給料は直接お支払いしたいので取りに来てくださいと。これは就業規則っていうのは、はい、簡単に誰でも作れるんですか、それとも専門の人に見てもらわないといけないんでしたっけ。後者だなって言いたいですね、うん、ネット上には就業規則のテンプレートっていっぱい転がってるんですよ、うんうん、だしチェーンによってはそのデータをもうもらえる、うん、データとか紙ベースで就業規則をもらえるチェーンも多いんですよね、はい、今、うん、なんですけど果たしてそれが自分のお店に合ったものなのかっていうのは、うん、自分で判断できないんだったらやっぱり社労士のような専門家に聞いていただいた方がいいですね、うん、私も最近、まあ、その働き方改革っていう一連の法律の改正だったりとか、はい、まあ、オペレーションの影響がいろいろ出てき始めてるので、うん、いろんなオーナーさんから就業規則に関する相談をやっぱり受けてますね、うん、これやっぱりコンビニの専門家の社労士のやすさんに相談するのはいいと思うんですけど、はい、それどうやって相談したらいいんでしたっけそれはですね、うん、そうですね、例えば私はコンクリ株式会社っていう、コンクリ株式会社、うん、ひらがなでね、はい、コンクリ株式会社っていう会社をやってるんですが、うん、まあ、そちらのホームページにアクセスしていただいて、うん、お問い合わせをいただくか、コンビニ社労士って検索をすると、例えばブログとかツイッターが、私のツイッターとかブログが出てくるんです。コンビニ社労士、はい、はい、でそちらのお問い合わせ欄からご相談いただければ、うん、はいはい、私割とどこでも行きます。なるほど、まあ、沖縄もそうですけど、うんうん、東京でも、まあ、まずは専門家に相談してみるっていうのがいいんでしょうね、うん、そうですね、コンビニ社労士で検索をして、はい、はい、ありがとうございます、はい、営業っぽくなっちゃいました、はい、でも本当にそういったことって突然起こるので、うん、そうした時の対処をあらかじめ想定して準備をしておいた方がパニックにならないと言いますか、まあ、不安にもならないんじゃないかなと私は思っているので、まあ、そういった労務管理という観点においても、オペレーションという観点においても、事前の準備とか日頃の対応ってすごく大事だと思うんですよね。ということで、この質問の答えはこんな感じで、はい、はい、以上でございます、はい、ありがとうございます、はい、では2つ目の質問が来ております、はい、これはぜひ秀樹さんに答えていただきたいんですけれども、はい、まあ、同じくその別の店長さんからのですね、質問なんですが、はい、今本当に売り上げを上げるのが大変な状況になっているんですが、うんうん、その中でも売り上げを上げられるポイントやコツについてぜひヒントを
おお、なんとこういただけないでしょうかというザクッとした質問で非常にありがとうございます。ありがたいですが、まあこれ分かればね、はい、本当にもうみんなやってるんだろうなと思うし、まあ、売り上げ上げたいですよね。そうですよね、うん、どうですかね、売り上げを上げるためのいろんなアクション努力って、ね、はい、やられてると思いますし、うん、お店をきれいにしましょうとか、はい、品ぞろえを発注をしっかりやって品ぞろえをよくしましょうとか、接客をやりましょうとか、はい、丁寧にやりましょうとかっていろいろ QSC って言われるものを取り組んでおられるかもしれませんが、売り上げってそもそも何でできてるのかっていうことをですね、うん、分解をしてみたらどうなんだろうかなって思うんですよね、うん、売上というものは何でできてるのかということですね、はい、お客様がいらしていただいて商品を買っていただくと、うん、で結果、対価としてお金を払っていただくのがこれで売上ですよね、はい、水のペットボトルのものを2つ買っていただいて100円のものを2つ買っていただいて1人のお客様買っていただいたら200円だし、うん、それを3人の方が買っていただいたら600円、すなわち売上って、客数×客単価ということに一つは分解できるのかなと思うんですよね、はい、なのでその客数を上げるのか客単価を上げるのか、まあ、両方上げるのかっていうことになります、はい、なので、うん、売上が上がってないっていうことになると客数が減ってるのか、うん、客単価が減ってるのかっていうことを分解を分析をしないといけないということになりますね、はい、うん、どうですか、ね、客数は最近どうですか、安さんが顧問先のコンビニ、あ、減ってますか増えてますか、どうなんだろう、増えてるっていうところもありますよ、うん、やっぱり、ありますね、例えばその近くのお店が閉店をして、うん、でその自分の店にたくさん来てくれるようになったとか、うんうんうん、あとは新しくビルマンションなどが建って、うん、でまあ、特にそのマンションだと、うん、そこに住む人たちが来るとか、うん、まあビルもそうですよね、うん、新しくビルができてで会社が新しく入ってそこの社員数が例えば何百人というふうに入ってくるとその人たちが買い物に来てくれるので客数が上がるんだっていうところもある、ね、客数が上がれば当然売り上げも上がるということになりますよね、はい、で逆もまたあって近くに競合店ができてしまったとか、はい、目の前の道路がロードサイド店が高架ができてしまって、うん、車が通らなくなったとか、はい、そういったこともありますよね。ありますね。この客数をどう維持するのかっていうことがポイントになりますよね、うん、はいはい、この客数って、まあ、客数ってこうそういう言葉で言ってますけど、うん、一人一人のお客様がいらしていただいてるんで、はい、そのお客様の中身をよく分析をしとかないといけないのかなと思いますね、うん、たまたま来る人なのか、はい、まあまあ週に1回2回来てくれるのか、うん、毎日来てくれるのか、うん、1日の中でも何回も来ていただいてるのかみたいな、はい、そういったお客様の分け方を、はい、一度していただくと大事なお客様はどのお客様なのかっていうのは見えてくるんですね。そうですね、はいはい、そのお客様をキープをしていくっていうことが大事なんですが、はい、そもそもそのお客様は誰なのかっていうことを、うん、知っとかないといけないという。確かに、うん、確かに。これってお客様って、はい、大体コンビニって1日何人ぐらいお客様って来店されるんでしたっけ。まあお店によりますけど、うん、1000人前後ぐらい、ね、そうですね、まあ、500人から2000人ぐらいの間で、はいはい、まあ、大体、まあ、まあ1000人弱ぐらいかなっていうことになりますけど、うん、1000人も来て、まあ、1000人っていうのもレジにお通過した数なん、あ、そうですね、あの、はい、入店ではなくて、はいはい、1000人も来てたら誰が誰か覚えれない、うん、っていうことがありますよね、はい、そのためにポイントカードがあったりとか、はい、いろんな仕掛けがあるんでその仕掛けをしっかり使っていただいて利用されている方の属性を調べるということ、うん、もっとアナログな方法でいくと、うん、公共料金とか、うん、あ、昔ね、はい、はい、やりました、うん、やりました、はいはい、そういったものを、宅急便とかお客様の分かる情報のものを、はい、全部集めてですね、住宅地図にプロットをするとどこからどういう人が来てるのかって分かるわけですね。確かに。でその証券、はい、足元証券って言いますけど、はい、その証券に来てる人たちの人が何人ぐらいいるのかっていうのを確認するということ、はい、それから、防犯カメラがありますね、はい、防犯カメラでずっとウォッチをすると、
はい、これ非常に時間はかかるんですが早送りをして、うーん、毎日来てるこの時間に来てる人って誰なのっていうのをチェックをしてるんですね。すごい、なんかあれみたいですね、あるテレビのドキュメンタリーみたいな。でもこれ結構大事で、はい、この時間帯に毎日習慣的に来ていただいてるお客様、はい、この習慣で来ていただいてるお客様がある日突然違うお店に来るようになったら、はい、その売り上げ当然下がるわけですね、はい、結構大きいですよね。そうですね。でこの習慣的に来ていただくお客様に何を買っていただくかっていうことも大事なんで、はい、そこで必要なのがカウンター越しでのコミュニケーションだったりとか、いつもありがとうございますってちょっと違う言葉遣いを使うとかっていうことをやっていくっていうことが確かに、はいはい、大事なんですね。まあ、そういう言葉がけをすることにどの人が来てるかっていう客数のところを把握をして、はい、でこの客数をまずは維持をしていくということと、うん、でプラスアルファでお客さんが 120% 増えたら売上も 120% 増えますんで、はい、増やしていくっていう手立てを取っていかないといけないと。うん、どうやって増やせばいいんだろうということですよね、はい、どうやって増やせばいいんだろうと、まあ、いろんなやり方あると思います。ありますね、巻くとか、はい、なんかキャンペーンをやってお客様集客するとか呼び込みをやるってこともあるかもしれません。確かに、はいはい、でもまあまあ、 私がやった中クライアントさんでやってもらって効果的なものは、はい、同じ属性の方、はい、だ毎朝来て、うん、パンとコーヒーとタバコを買っている方、うん、同じような属性の方を好むような品揃えをあえて作っていくんですね、はい、うん、でおのずとそういう人たちが集まってくるようになると、うん、いうことですね、うんうん、なぜならばですね、自分に合ったような店がここに地区にできてるあるんだっていうことの、ちょっと時間はかかりますが認知になるっていうことが一つ。それから、はい、結構日中の時間とかでコミュニケーションが取れる地域の、うん、まあ、奥様方とかのコミュニケーションを取れる場合は、はい、そういったお客様が集まるようなイベントをですね、はい、仕掛けるんだったら仕掛けてもらいたいですね。おー、なるほど。例えば新商品が出た時の試食会をやるとか、これからの季節だと夏祭りを店頭でやるとか、うん、あるいはどっかの地区で夏祭りやる時に出ていくとかっていうことで、はい、重要なお客様とその友達のコミュニティの中に自分が入り込んでいって、うん、一緒にその仲間になっていくと、うん、で来ていただく、で名前で呼び合える仲を作るっていうようなことも、あ、はい、やり方としてありますね。なるほど、はい、なんかよく町内会のイベントとかに積極的に参加して、うん、でそこで関係性を作っておくと、そうですね、その、うん、そこからも名前も分かるし、うん、でその人の好みも分かるし、うん、その人のコミュニティも取り込めるし、うん、っていうことで、うん、はい、結構積極的にね、まあ、そういうやり方。でもう一つあるのは、うん、住宅地で今だったら Google マップを使ってもいいんですけど、はい、お客さんになってるかどうかを調べに、うんうんうん、これセブンイレブンではクローバー作戦という言い方をしてますが、一軒一軒回っていくという、これかなり効果あります。はい、はい、うん、売上が上がると客数が上がると来ていただいたということで、お客様に来ていただく前にこっちが出向くというやり方ですね、うんうんうん、これやることを通じて客数を上げるということをやるということですね、はい、でかけることの客単価ですね、はい、客単価の上げ方ってまた来週少しお伝えできればと思います、はい、あ、そうですね、はい、はい、客数ってね、なかなかそのコントロールが難しい部分なんて、もお店の努力でコントロールするのが難しいなんて言われる部分もあるんですけど、うんうん、実は結構コントロールできる可能性もあるんだなっていうことが今聞いててよく分かりました、うんうん、はい、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんも実際に今のお話を元に自分自身のお店でどんな取り組みができるかっていうことを考えて行動してみていただければと思います。はい、はい、では今回の質問は以上2つでございました、はい、またぜひ皆さん質問がありましたら、私のツイッターからハッシュタグコンビニラジオとつけていただいて質問を寄せていただければ確認することができますのでお待ちしております。はい、はい、以上質問の5に答えようのコーナーでした、はい、コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。3つ目のコーナーはコンビニ運営に役立つ名言集です。このコーナーではコンビニ経営や運営に役立つ著名な人の心にグッとくる言葉をご紹介します。今回はジャパネット高田創業者の高田明さんの言葉をご紹介します。市場は自分たちが作っていくものだと思っています。
世の中で眠っているいい商品を分かりやすい形でたくさんの方に知っていただき、提案することができれば、まだまだ日本の中で消費活動は進むでしょう。コンビニの店舗はまさに消費活動が行われる生きた現場ですよね。でも日々の業務に追われたり、本部から言われたからと嘆いたりして、自分の商品を分かりやすい形でお客様に知っていただき提案しようとする動きが減っていませんか？私自身がコンビニで働くきっかけになったのが、まさに物を売ることの楽しさをコンビニ業界出身の上司からディズニー時代に教えてもらったことでした。当時私はディズニーストアという小売業にいて、同じように販売業務を担っていましたが、キャラクターグッズと違ってコンビニで売る商品は人が生きていくための食品が中心。人の、あ、これ買いたいという心理をどう引き出すかが毎日試されます。ただ商品を発注して、ただゴンドラに並べて、あとはお客様が手に取るのを待つだと何の面白みもないですよね。私がかつて店長研修を担当した店舗でこんなお店がありました。お店の食品すべての棚の最上段をディスプレイコーナーにして、そこの発注担当者が自由に今週の推し商品をお客様に向けて表現するという取り組みをしていたんですね。ポップを書いたり、商品をアート作品のように並べたりしながら、本当にいいもの、ぜひとも一度食べてほしいというものをしっかりと伝えることで、お客様にもそれが伝わり、ワクワクしながら買い物ができる。売れるから発注担当者や店長たちも楽しくなる。そうした主体的な働きかけが今こそ大事ではないかなと思って、この言葉を今日はご紹介しました。このコーナーで取り上げてほしい言葉があるよという方がいらっしゃいましたら、ツイッターよりハッシュタグコンビニラジオをつけてお知らせください。以上、コンビニ運営に役立つ名言集のコーナーでした。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。ウィークリーコンビニラジオということで、今回高橋英樹さんと初 の、まあ、このタッグを組んでの番組をやってまいりましたけれども、まあ、今後の番組のこの番組の方向性についても最後お話をしておきたいなと思います。でこのラジオは、ラジオ番組は週に1回、金曜日の9時から10時ですかの間で配信をしていますので、ぜひ皆さん定期的にお聞きいただければなと思いますし、まあ、今回この FM ギノワンでやらせてもらってますけれども、例えばその沖縄の地域から越えて違うところにいらっしゃる方とかも全国でお聞きいただくことが可能でございます。ちなみにこれ違う地域で聞きたいっていう場合はどうやって聞くんでしたっけ？リッスンラジオというですね、はい、スマホのアプリがありますので、はい、そのスマホのアプリから、九州沖縄地区っていうのを選択していただいて、うん、FM ギノワンというところからですね、再生ボタンを押していただきますと聞くことができます、はい、なるほど。ただしこれはライブでしか聞けませんので、はい、アーカイブのものになりますと YouTube、うんうん、とかホームページから聞いていただければというふうに思います。はい、はい、でライブで聞いていただく、電波で聞いていただくのは 79.7MHz、 ただしこれは FM ギノワンからで送出している電波のギノワン市、はい、しか聞けませんので、ギノワン市以外の方はですね、スマホで聞いていただければなと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひですね、皆さん聞いていただいている方、ご自身の例えば知り合い のコンビニのオーナーさんとか店長さんとかスタッフさんとか、あと関係している本部の方とか、そういった方にもお声かけいただきたいなと思っております。でやっぱり私が最初にお伝えしたのは、この番組を通じてもっともっとそのコンビニ業界が人で集まるという、まあ、壮大なテーマといいますか、目標を持ってやっているものでもありますので、皆さんのちょっと協力もいただきたいななんて思っていますし、また機会があればですね、実際にオーナーをやっている方にゲストで出演していただいたりとか、まあ
そうですね、なんかもっといろんなその質問が集まってきたらそれにお答えしていくコーナーを増やしていったりとか、まあ、そういう形でお伝えしていけばいけたらいいなと思っております、はい、で私こんな感じでもともと研修をずっとその店長研修とか社員研修やってきたので、まあ、しゃべりはできなくはないんですけど、やっぱりラジオ番組っていうとちょっとまだこう自分の中で恥ずかしさがあったりするので、ぜひそこはちょっとポッドキャストもポッドキャストはもう10年ぐらいやってるんですけど、うんうん、なかなかやっぱりラジオともなるとちょっと感覚が違うような気がするんですよ。それはやっぱりこの先輩高橋先輩にいろいろと教えを請いながらですねやっていきたいなと。ラジオも生放送でやるラジオ、はい、で比較的こういう時代なんでツイッターとかツイキャスとかでインタラクティブにやる場合と、はい、それから収録をして一方通行でやる場合と2つあると思うんですね、はい、で、コミュニティ FM はどちらかというと、うん、まあインタラクティブにやるっていうパターンが非常によくて地域密着型、はい、でも最近はですね地域を超えて全国、うんうん、宜野湾市だけじゃなくて宜野湾市から発信して全国に、我々東京にいながら宜野湾市の方に、はい、それから宜野湾から東京の方にということで、はい、伝えれるツールとして、はい、まあ今コミュニティ FM がすごく脚光をですね、うん、浴びて、うん、宜野湾 FM でも東京の方が結構番組を持ち始めてたりとかして、うん、まあ全国区になるためのごめんなさい全国区の、まあ、放送局ということで、はい、まあ、FM 宜野湾というところなので、うん、ですからまあどうなんでしょうね、我々はまあやっぱり宜野湾市のための情報とそれから全国に伝えるということの情報なんかも発信できてきたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、はいはい、なので、まあ、本当地域を超えて、うん、あと、まあ、コンビニエンスストアもいろんなチェーンがありますけれども、うん、まあ、チェーンという枠を超えて、ね、うん、なんか本当に必要な情報をその都度お伝えしていけたらいいなと思いますし、まあ、それがきっかけで本当に横のつながりがもっともっとできていったらいいなって思っていますので、秀樹さん引き続きどうぞよろしくお願いします、はい、ぜひリスナーの皆さんもですね、いろいろメッセージいただいたりとか、まあ、厳しめのご意見もいただければ怖いな、はい、質問もいただければと思います、はい、ちなみにこのあと、はい、10時からはですね、はい、ハイタウン東京という番組をありまして、誰がやってるんですかね、はい、私高橋秀樹とですねこれも私の相方の谷敦さんというクレームコンサルタントの方と、はい、まあ、これも東京からですね情報発信をさせていただいてます、まあ、ちょっと違うテイストの、はい、番組ですので、よろしかったらこのままお聞きいただければと思います、はい、ハイタウン東京と言いながら2人とも関西弁を操るという、ね、関西出身なんで不思議な、はい、不思議ななんか、はい、番組ですけど、すごいやっぱり聞いてて元気が出る番組ということで、結構全国にねリスナーさん多いんですよね、はい、まあ、人気の番組ということで、まあ、その人気番組の前にやるこの1時間の番組なので、はい、ぜひちょっとそのおこぼれに預かりたいなというのもあったりしてですね、はい、まあ、将来的にはそのさっきコンビニ関係者の方とは言ったんですけど、うん、そのぜひ一般ユーザーの方にも聞いてもらえるようになりたいなと思ってるんですよ、うんうん、例えばそのあるチェーンのね、例えばこの商品とこの商品を食べ合わせたらめっちゃ美味しかったとか、そういう紹介とかもできると、まあ、それが最終的には当然買う人にとってはじゃあその組み合わせやってみようかなっていう気持ちにもなるし、うん、じゃあそういう売り方をしてみたらもっともっとお店楽しくなるんじゃないかとか、よく本屋さんとかでもあるじゃないですか、店長おすすめの一冊とか、そういうのがコンビニエンスストアでもできるようになったら、うん、多分すごい面白いんじゃないかと思うんですよ。まあ、私ディズニーに行った時はそんな自由全く聞かなかったですけど、うんうん、コンビニエンスストア その販売の方法ってすごく自由が高いと言いますか、うんうん、まあ、すごくっていうのも私の勝手な比較ではありますけど、やっぱりいろんなその仕掛けだったりとかお客様とのコミュニケーションの取り方ができるので、ぜひそういった情報などもね、はい、合わせて、うん、伝えていただけたらありがたいなと、うん、ね、はい、いろいろオペレーションが複雑になってるけども、やっぱり、現場としては面白い売り場作っていって、お客様が喜んで手に取っていただくっていうのは非常に喜びでもありますからね。そうなんですよ、はい、でそれがねやっぱりお互いにとっての幸せになるので、うん、すごくウィンウィンな関係になってくんですよね、うん、はい、あるお店なんかだと何ですかね、このゴンドラの、うん、棚の一番上を、うん、
なんて言うんでしょう、プロモーションエンドのように、要は入り口のエンドみたいなように扱って、はい、要はディスプレイをしようと、うんうんうん、でそこに目がいった、うん、そのお客様の心を掴んで、でそこに置いてある、まあ、ものを買っていただけるような仕掛けをしているお店もあったりするんですよね。本当にそういう話聞くだけでもですね、面白いというかワクワクするんですよね。これはもうコンビニに限らず多分商売をやってる人からしたら、そういうディスプレイとか売り方ってめちゃくちゃ面白いと思うし、でそれを見てるお客様もなんかこの店違うよねっていう印象を、はい、抱いてもらえるのかなと。なんかそういう話なんかもですね、もっともっと共有していけたらなって思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、もうすぐ時間が来てしまうんですけども、はい、本当に高橋先生ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あっという間でしたね。あっという間でした、はい、もう私がもうなんか本当に喋りが下手でどうしたらいいのやらと思っているんですけど、はい、お手柔らかにお願いしますね。はい、ということで、ウィークリーコンビニラジオというベタなタイトルでこのラジオこれからやっていきますので、皆さんぜひ FM ギノワンをお聞きの皆さんと、そして全国つつ裏々にお住まいの皆さんとぜひ交流を深めながらこれからも続けていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、パーソナリティは私コンビニ社労士の安さやかと、はい、流通コンサルタント高橋秀樹でした。あ、そうだったんですね、うん、はい、ということでありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。